浅野拓磨さん、名門シュツットガルト移籍か。ドイツ一部ボーフムと契約が満了したフォワード浅野拓磨29の移籍先に、同一部の名門シュツットガルトが有力候補として上がっていることが2日までに分かった。複数の関係者によれば交渉は大詰めで、早ければ今週中にもまとまる可能性もあるという。浅野はボーフムとの契約最終年となった 23-24 シーズン、ドイツでのキャリアハイとなる6得点。リーグ戦は16位18チーム中に終わりにブデュッセルドルフとの入れ替え戦に回ったが、2000合計33の末に突入した PK 戦ではきっちり決めて一部残留に貢献した。契約満了に伴い退団の発表を行ったボーフムからは延長オファーを受けていたが、浅野はステップアップ移籍を模索。その中で来季欧州チャンピオンズリーグに出場するシュツットガルトから声がかかった。ついに浅野ガチャチャンピオンズリーグフェスが見れるのか。胸熱だな、課金するわ。同格の相手にはさっぱりで、プレミアやバルサマドリー相手にスーパーゴールする浅野、早く見て。浅野の生命力よ。シュツットガルト解体中だからまた残留争いしそう。佐野ドイツ行ったし、浅野も上位クラブに行けば面白くなる。浅野まさかのチャンピオンズリーグデビューか。これはチャンピオンズリーグでバルセロナのハンジフリックと再会する。フルスジェン、2部時代はまあまあ活躍してた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。